売却時のですね、ボドメーターが今見えますかね、5906、約6000キロですね。で、買って1年半の状態です。で、売却の、ね、査定額に関しては後ほどお伝えします。はい、奈良カンパニーさんに着きました。で、これからですね、まあ、査定してもらって、で、あとは電車で帰ります。いやね、ここまでの来る道中すごい楽しかったです。クロスカーブやっぱりね、いいですね。すごい元気に走って軽いしかっこいいし、なんで手放すんだろうっていう感じなんですけど、まあね、ドラレコつけれないっていうことが最大の原因です。はい、クロスカーブを、ね、売却して、もう足がないんで、今徒歩で家に向かってます。たまにはね、こうやって境の街を歩くのもいいですね。まあ、たまにはというか、最近ね、このアップルウォッチを買って結構エクササイズが楽しいんで毎日歩いてますけど、まあ、基本僕散歩が好きなんで、歩くのはそんなに苦にならない。